はい、ズキです。それでは本日は新しい iPad mini、 通称 iPad mini 5でぬるさく選手権荒野行動編をやってみたいと思います。前回 PUBG モバイルでプレイしまして、いろいろコメントいただきまして本当にありがとうございます。 PUBG と荒野行動が和解したということで、それをお祝いしてこのチャンネルでも私が持っているだいたい30端末ぐらいですかね、スマホ30端末で価格帯、現在購入できる価格帯に分けて荒野行動のぬるさくプレイを検証していきたいと思ってますので、ぜひ楽しめる方は楽しみにしていただければと思います。できたらね、やっていくうちに上手くなればなというふうに思っていますが、本日は iPad mini 5とこちら iPad mini 4でぬるさく比較をしてみたいと思います。アントゥトゥベンチマークのスコア差で見ると、直近のテストでは iPad mini 4が約9万、 iPad mini 5が約38万というスコアですので、30万近い差がついているということになります。それでは iPad mini 4からやっていきましょう。なお初見の方も多いと思いますので、動画視聴前に注意事項、事前開示告知をしておくと、私はゲームは好きですが非常に下手です。ですのであまり参考にならないと思います。うまいゲームプレイを見たい方、あるいは下手なプレイを見るとイライラする方は動画の視聴をここで終了してください。先ほどね、少し練習しようとして iPhone で iPhone XS Max で荒野行動を開いたんですけども、200日ぶりのログインありがとうございますというね、表示が出ました。もう速攻やられましたけどね。それではまず画質設定の違いを射撃練習場で比較してみたいと思います。まずは iPad mini 4の滑らか標準30フレーム、ドローディスタンス最高、こちらでやってみましょう。それでは続いて iPad mini 5で滑らか標準30フレームでテストしてみたいと思います。続いて iPad mini 5で高画質鮮やか最大60フレーム、こちらで検証してみたいと思います。それでは次は iPad mini 4で高画質鮮やかフレーム設定最大60フレーム、ドローディスタンス最高、ここで射撃練習場をやってみたいと思います。この時点でね、ちょっとカクついてる感じもしますけど、さあそれでは東京決戦始まりました。
こうやって見ると荒野行動と PUBG モバイルってやっぱ結構違いますよね。それでは続いて iPad mini 5でやってみましょう。PUBG モバイルの時も感じましたが、 iPad mini 4とは全然違います。非常にスムーズ滑らか、絵が綺麗ですね。おすごいね。
はい、ということでいかがだったでしょうか。全くね参考にならなかったと思いますが、途中でねもう動画にするのやめようかと思ったんですが、少しでも誰かしらのご参考になればということで動画としてアップさせていただきたいと思います。ご了承ください。久々にやってみた感想としては、 PUBG モバイルの場合はボットモードがあるのでなんとかあの動画の形になるんですけども、荒野行動は置きプレイは本当に難しくて、画面収録スタイルにして普通に手に持ってやっとなんとか1キル1撃破できたという形になります。それぞれの起動時間ログイン時間も測りたいと思ってますので、まあ、それについてはまた次回以降報告したいと思います。フォートナイトもやりたいと思ってますので、またいろいろとアドバイスいただければと思います。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしております。そうそう、35,000人、チャンネル登録3万5000人を突破しましたので、視聴者さんと一緒に PUBG モバイルプレイスクワットでドンカストロまで帰れませんを開催したいと思ってますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。